チプロ野球チャンネル。はい、こんにちは、水井です。ジャイアンツ球場です。本日は3分の練習、手前はね、京本投手、奥が、木下投手、ホップステップのステップに差し掛かった2年目以降のピッチャー陣ですね。おい、ナイスボール。こちら手前が笠島投手と奥が鴨内投手。ね、鴨内投手。長身左腕。巨人では2番目の阿部健雄投手に続く長身ですね。手前が敦賀気比、笠島投手。ややサイドからの。スライダーエグいですよ。今日はね、この後、高卒1年目の逸材たちが、揃って振り打撃にプロ初登板しました。中でも僕個人的に注目していた田村智樹投手がね、ベール脱ぎますんで、皆さんご注目ください。スケール大きいですよ。本当に大きいです。脳裏にインプットしておいてほしいなと思います。その田村投手と対戦するのが三塚選手。高卒1年目とは思えないこの体つき。はい、ご覧ください。こちら田村投手、軽く紹介しますね。高校山形坂田南高校ですね。2年秋に県大会優勝、3年夏は県3回戦の敗退、甲子園出場はないです。背番号023、184センチ、81キロですが、もうちょっと増えてそうな気もします。右投げ右打ち。生まれがね、東京八王子なんで、はい、山形に野球留学、何度か紹介しましたが、高校時代にね、チーズバーガーたくさん食べて食べて食べて、20キロ以上の増量に成功して、球のスピードも20キロ近くアップさせたと。はい、チーズバーガー取ると言われております。バーガーキング田村投手、どうですかこの球。三塚選手もね、さすが評判がいいだけに、甘い球は捉えますが、今日に関しては田村投手もね、やっぱ力が入ってマックス149キロです。この日ちょっと力んだ分ね、150出ませんでしたけど、すでに自己最速の152キロをマークしているという話も聞きますし、本人はね、もっと空振りを取りたかったですけど、ファウルは取れていたので良かったですと。三塚を抑えることしか考えてなかった、ライバル心メラメラで。ただね、天然というか、三塚選手に対してさすがプロのバッターですねと、田村君もプロですけどって突っ込んだら、あ、そうですねと。指にかかった球が多かったので、本人の中では 手応えあったそうです。150は出てたんじゃないですかねとも言ってましたが、残念、149キロでした。今日は、はい、続いて市立船橋高校からやってきました森本哲星投手、高卒1年目、もちろん。高校夏、3年の夏の後にね、U18 ワールドカップ日本代表に選出されまして、チームメイトの浅野選手、そして、
吉村ユセフ投手と一緒に戦ってきました。持ち味はね、この投げっぷりもそうなんですけど、駒田監督が、まあ、左腕がね遅れて出てくると、まあ、その遅れて出てくる特徴があって、まだコントロールがまあ散らばってるけど、これはいいぞと言っていたのがこの森本哲星投手。この日の最速は140キロ。本人もいいスタートを切れたと思いますと。結構いろんな球種投げてたみたいです。うん、球を押してますからね。いや、キレはすごかったです。シートノック、先ほど田村投手と対戦しました三塚選手はガイアライト。三軍のね、こういうシートノックというかゲームノックを見ていると、脇屋コーチがね、ワンプレーワンプレーしっかり止めて、しっかり説明する。まあ皆さん高校でもね、いろんな練習してきてると思いますけど、プロではこういうケース、こういう形になるんだよということをね、改めて教えてあげていると。指導すると。見てて勉強になります。サードにティマ選手。ね、近未来の4番候補ですけど、去年まではね、主にレフトやってました。ね、やっぱり大きく育てるためにも、いろんな可能性を引き出すためにも、今年はサードやってます。三塚選手ね、バッティングだけじゃなくてね、肩もいいし、本当楽しみですね。この日はね、めちゃくちゃ風が強くて、だからこうやってね、フライの練習。一軍ではね、例えば横浜スタジアム、ナイターゲームになると、もう風が舞うんで、宙で舞ってるんで、まあその球場に合わせた、特性に合わせた、守備練習もね、大事ですからね。ティマ選手必死です。一生懸命です。はい、こうやってミーティング。はい、2軍の残留組ピッチャー陣の中に皆さんがまだかまだかと待望しております。中川投手。もうちょいお待ちください。何度も言いますか ?5 月。5月です。5月だと思います。西田投手もね、今年は2軍のローテーションに入って、もう一皮、もうワンランク上にね、上がってもらえれば、来年には、先発ローテーション一軍の勝負できるでしょう。中川小太投手もね、まあ腰の不安もなくなったのか、ね、表情ももう常に明るいですし、一時期のねリハビリ中のあの暗い表情もなくなり、あとは一軍登板するだけですね。菅野投手も
まあ自分の中で少し調整しなきゃいけないところがあるのか。はい、一歩一歩前に進んでおります。そして来週中にはシート打撃に登板するという平内投手、聞こえますか？声を上げながら投げてますね。こんだけ力入れてるってことも最終段階でしょう。昨年8回の経験を生かして今年こそ。ありがとうございました。